2020明治安田生命 J2 リーグ第20節を迎えています。この時間はジェフユナイテッド千葉対ファジアーノ岡山の一戦をお送りしていきます。それでは今日の両チームのスタメンです。ジェフの方からご紹介していきましょう。こちらは1人変えています。一方のファジアーノ岡山、今日のスタメンご紹介します。こちらも1人メンバーが変わっています。さあ右サイドから抜け出していこうというところですが、一度限定をかけて送らせます。右サイドから矢田朝日、裏に通していきました。山下が抜ける、そしてシュート、川端健吾決めてきました。恩返しだ。今シーズンは愛媛、そして岩田を相手に決めていますが、今シーズンは岡山相手に決めました。いや、ゲーム早く動きましたよね。ここ非常にいいコンビネーションですね。矢田の左足、そのまま山下がワンタッチで中へですね。タイミング、川端完璧でしたね。さあ今度はカウンターシチュエーションです。じゃしばらく右サイド矢田は後ろに下げていきました。そして対角線のボール、本村から左のハイサイド亀田に入る。ここから勝負をしていきます。亀田はドリブラー、下口ついていますが、後ろの安田を使って、安田のクロス、山下のシュート、川又がその前でファウルだったのではないかというアピールもしていましたけれども、最終的には山下のシュートになりました。少し動かしてきました。裏を取っていきます。ここから安田のクロスだ、川又前、シュート決めていきました。鳥海です。でしたね。今のは、高いフリーキックに対しての高いラインを確認した瞬間に安田が、ショートフリーキックにするんですね。はい、でこのクロスの精度がやっぱ高いですよね。助走を取って狙ってきましたが、どうか、おー、クロスバー、上野幸太から右サイドに送ります。さあここからドリブル開始、赤身のオフサイドの位置ちょっと気にしましたが、左サイド流れていく。さあここから白井英一だ、白井のシュート、枠の右隅を叩きました。ただ今日一番可能性のあるシュートを打ちました白井英一。ご覧の通りファジアーノの方ですが2枚替えです。サイドハーフを務めていた野口に代わって山本、そしてツートップの一角を務めていた赤嶺に代えて清水という形になります。上条のシュート、やはりあの位置でボールを持つとやってくれる感じがあります。いいですね。右足田口、そして左足が矢田になります。少し相談をして動かしてきました。田口のボールはファーサイド、ヘッド合わせましたが、最後は山下啓太に合わせていきました。清水に入ります。清水から山本、山本シュート、よく滑りました安田。いや、決定的出してたよね。パウリーニはファーサイドに合わせていきます。浜田のキープ、ここはチャンミングが出て対処をしに行きます。一度下げて、あとオンゴールになりましたか。いや、決めてますか。決めてますね。はい、いや、交代の瞬間での、ですからね、はい、
徳本のクロス、この後最後は山本、15番の山本ですね、ヘディングシュートだと思いますね。ワンプレーつなぎたい、パウリーノからのボール、ヘディング競り合って山本収めて、ここから切り返しをかけて上条、クロスが入る、山本ヘッド、新井翔太が第10号を抱えて試合終了。8月の12日第11節、松本戦以来の福有での勝利ということになります。